ちゃん。こんにちは。はい。ここ数年日本の球界の中で、はい、助っ人外国人の選手が移動するって、はい、すごく増えてるなと思ったんですよ。地域よりはな。そうなんです、昨シーズンであれば、はい、巨人から、ポランコ選手と、はい、ピッチャーのつぶらな瞳の外国人がロッテ行ったじゃないですか。つぶらな瞳、メルセデス、CC ね、はいはい、行ったりとかしてて、はいはい、昨シーズンオフ、はい、もう結構移動がしたなぁ、したんですよ、したした。で、上げると、はい、阪神にいたケイケラ、はい、巨人に行きました。まずすごいなぁ、はい、DeNA のソト選手はロッテ、はい、で巨人のウォーカー選手がソフトバンク、これはトレードなんですけれども、はい、楽天にいたウレナ選手はまた戻るという形で巨人と育成、はい、で日本ハムはノヒットノーランしたポンセが楽天、はい、でロッテは、カスティーヨ投手がオリックス、はい、そして広島はこちらのピッチャーターリーが楽天という感じで、結構移動したなって。そうだな、まずケイケラーからなんですけど、ケイケラーは俺使えると思うんだよね。ですよね。ただ阪神ののっけが悪かったよね、抑えで使われて、ね、はい、ことごとく失敗して打たれたという。一昨年でしたね。それから阪神が連敗続いてみたいな、はい、ね、その連敗が痛手で優勝もできなかったという、うん、その発端っていうかきっかけを作ったのがケイケラー。でも俺投げてる球は力もあるし、うん、はい、いいと思うよ。ですよね。昨シーズンは、うん、安定してましたし、そうだね、家族の事情で途中帰りましたけれども、うん、でも環境変えると、うん、そういうイメージがついちゃってるからさ、引き寄せの法則じゃないけど出てきたらダメなんじゃないかって思われるとなかなかね活躍できないというかさ、うん、でも投げてる球っていうのはすごくいいし、カーブ投げるときにだけ緩むんだよね、だからバッターが分かっちゃうんだよ、だからそこさえクリアになってくると、俺は割と働くかなっていうような環境も変わったし、その阪神が再契約しなかったのは、いるんだよ。だからか、またすごい抑えも取ってきてるからさ、取りましたね、外国人、だからいらないっちゃいらないんだよ。ただそこを巨人や欲しいと、そうだね、だからやっぱり日本の野球にも慣れてきてるしね、俺は活躍するんじゃないかなっていう、ある程度。いやだから阪神から2投手が巨人に行くっていう、ババとね、はい、だから阪神側からすると分かってるじゃないですか、どういうピッチャーかっていうのは、そうするとバッターとして、でも対戦してないからね、バッターは分かんないのか、だから分かんない、逆に言えば。逆にそうなんだ、投げてるボールは間違いない、安定もしてると思う、コントロールも。巨人は何回に使いたいっていう、何回っていうのが、見てみなきゃわからないけども、7回8回とか、そういうところを考えてるのかなっていうの感じはするよね。それと日本の文化にも慣れてるからさ、そうですね、だから巨人というチームがどういうチームかっていうのももう分かってるだろうしね、すんなり入っていけるというふうには思うけどね。DeNA は、はい、ソト選手がね、ロッテ、そうだな、はい、ファーストっていうところで、はいはい、そのファーストの守備っていうのはしっかり守ってくれるしさ、安定感があるよね、あとバッティング、はい、でここのとこなかなか打ててないんだよね。2年連続ホームランを取ったんだけどさ、そのバッティングが戻らないままロッテに移籍したという、まだ力はあると思うんだよね俺、ポランコじゃないけど、それに近いような活躍はしてくれると思うよ。でファーストっていう意味でも空いてるといえば、でも空いてるといや、もう本当にもうすぐすんなり入れるよ。球場的にはどうですか。風が嫌かも分かんないな風が嫌かも分かんないから、もうそれは慣れるしかないし、はい、でもロッテってすごく働きやすい環境にもあると思うんだよ。DeNA もそうだったと思うんだけども、安定的に使われるほど成績も残せなかったから、単発的に使われてたけどもね、去年なんかは。だけど安定的に使うと そこそこの数字は俺は残していくような気はするよ。だからホームランを取った時みたいに40発2年連続っていうのはそれは厳しいかもわからないけども、20発とか30発近くは俺を打ってくれると思うよ、じゃあポランコと外で結構なホームラン数打ってくれたら、そうだな、2人で60発
ぐらい打ってくれるとすごくいいよね。そうですよね、うん。まあ、ロッテ強かった時ってあの2外国人選手が非常に活躍してたっていうので、まあうはい、ここに来てね、ソト選手、ポランコ選手、2外国人が力発揮してくれれば、はいはい、ロッテもちろん優勝っていうのも見えてきますよね、はい。まあ、これトレードになるんですけれども、はい、巨人のウォーカーがソフトバンク行きました。これはもう DH、うん、専門の選手だから、でも DH にセ・リーグがなるだろうと思いつつ、うん、ウォーカーを取ってきてるわけだから、はい、でも DH にならなかったから守備につかさなきゃいけない、うん、まあ、そこの負担がパ・リーグ行ったおかげでなくなるよね、はい、でおそらくもう DH でずっと使われるというふうに思うと、はい、まあ、やっぱり相当打つと思うよこの子は。この子って言ったら変だけどこの選手は、うんうん、練習熱心ですし、はい、まあ、ソフトバンクはここ近年ちょっとあの外国人選手で打てる、はい、大型を打ってくれるっていう選手がいなかったので、うん、デスパイネとかあそこら辺が最後だったじゃないですか、うん、数年前の、うん、だからウォーカー選手入ってきてくれることで、いやいいと思う、いや本当にあの動けるしね、まだまだ、うん、あの足がね、はい、守備じゃなくて走塁という面ではね動けるし、だからそういう面ではいい外国人を取ったなっていう、うん、思うよ。これからもっと成長するような選手だと思うよ。まだ伸びしろが非常に伸びしろあるあるある、うんうん、ただ例えばソフトバンクって、まあ、去年もそうですけど柳田選手を DH に使う時もあった、だからそこだよな、それはどうなるんですかね、うん、だから柳田を、まあ、ライトかなんかで使って、うん、ウォーカーを、まあ、DH っていう方が一番打線としたら機能するのかなっていうふうには思うけどね。例えばどうしても柳田選手を DH で使いたいときはウォーカーはまあベンチという、まあそれはそうだよね、うん、守りに使わせるのは同居には出ないと思うよ、レフト無理でしょうね、うん、そうかそう。で、まあウリニョ選手はちょっと今日育成というところなので、まあね、まあ、ちょっと例外にはなるんですが、日本ハムの人の成したポンセ投手が楽天、そうだな、はい、楽天点取れましたねポンセ。いや本当よく言ったな、はい、ポンセがな、いや、 いやよく言ったなっていうのは、いやその環境的にはさ、うん、エスコンがあって、そうですよね、だからそこら辺契約がうまくいかなかったのかな。あと他球団でも巨人だってポンセ取っても良かったでしょうし、いやそうだな、うん、先発として、うん、ね、楽天的にはどうですかポンセ。いやそれはやっぱりもう力になるよね、力になるし、やっぱ老朽化が進んでる先発投手陣の中で、うん、やっぱポンセみたいなのが入ってくれると、うん、すごいありがたいよね。そうですよね、うん、でまあ、同じパリーグというところで環境はまあまあチームは違えど、はい、対戦したことのある選手たちが、まあそうだな、うん、まあ、他の球場行ってももう分かってる環境だからな、はい、うん、だからそういう意味ではなんかブレイクしそうな、そうですね、そんな感じはするけどね。楽天にとっては非常にいい選手を取れたんじゃないかな。まあそうだな、はい、ただねちょっとね見てるとねわがままなところがあるんだよね、投球に対しての、まあ、投球っていうかこう見てる所作というか、あ、なんかそういうところにちょっと感じるところがあった、はい、だからそういうところが環境を変えて良くなるのかどうかっていうのがね、あ、そこですね、うん、あるけどもね。ロッテのカスティーヨ投手が、まあ、投手王国オリックス行きましたね。ちょっと変則だよな、はい、風をロッテの場合は利用して投手陣が投げていくんだけども、カスティーヨっていうのは本来ねコントロールのいいピッチャーだと思うんだけど、その風が邪魔したような感じがするんだよね。だから俺はすごく面白いピッチャーだと思うよ。でバッターは嫌だと思うよ。あ、そうなんだ。手足が長くてこのサイドから多少サイドから投げてこられるって、うん、なんかふにゃ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 投げてくるみたいな、うん、そんなピッチャーだから結構活躍しそうな感じがするよ。プラスそのオリックスのピッチャー陣の中ではもちろんいないようなタイプ、ね、いやもういないね、いないね、まあちょっと変則でな、はい、面白いピッチャーになると思うよ。そのもちろん先発の中でっていうことになるんですよね。でね、ボールがよく動くよ。あ、うん、球の力もあるし、はい、その中でボールを動くし、うん、風があるからね、ボール動かしてもより以上に動いちゃうからさ、だからボールになっちゃうっていうこともあるし、うん、じゃあよりドームのところなのでの方がカスティーヨは投げやすいんだと思うよ。そっか、うん、これってロッテがカスティーヨを手放したっていうのはやっぱり金銭的なことで、まあ、それもあるかもわからないよね。屋根のあるいいチームにカスティーヨ来ましたね、まあ、まあそうだね。さあラスト、ターリーが楽天ですなあ、はい、ターリーが移籍するとは思わなかったけどもね。これってそのどういう面で折り合わなかったんですかね、カープ。いやー金銭面かな。でも安いんだよねターリーって。そんな高くないと思うんですよ、ね、意外と7000万ぐらいでしょ。
お買い得に取れましたね。いやスタミナもあるしさ、うん、中でバンバン投げてくれるしさ、まあ楽天とすれば不祥事があったりとかいろいろして、うん、中継ぎが足りないって言った時にターリー取れたっていうのはでかいよね。大きいですね。いやでかいでかい。ただ困るのはやっぱり広島だよ、うん、去年支えたのが島内とターリーだから、だからその一角がいなくなるっていうのは広島にとっては痛手、はい、楽天にとってはプラス、ものすごいプラス。そうか、うん、だからそういう意味ではターリーっていうのはいいピッチャーだと思うけどな。これ他球団ももしかしたら接触とかしてたのか、まあ、してた可能性はあるけどもね、まあ、楽天を選んだというね。ことです。だ楽天は日本ハムからポンセ、うん、カープからはターリーという2投手取れた。あそれはでかいと思うよ、右と左とね。そうですよね、先発と中継ぎっていうのがね、うん、枠を埋めたっていうのは、はい、すごい大きな補強だと思うよね。そうですね、はい、今挙げた選手たち、まあ、投手たちっていうのは、はい、まあ、今シーズン普通にもうレギュラーとしてもうやっていけるって、もちろん選手たちですもんね。もちろんそうだし、やっぱり日本で慣れてるっていうのがもう一番でかいよね。あの初めて来る助っ人外国人よりももう信頼できる、うん、もうまずキャンプで戸惑うっていうもんね。でキャンプ地になんで芝がないんだみたいな、内野にみたいな、なんでみんなでホテルで泊まってんだみたいな。そっか、向こうだって借りますもんね、借りるから、ね、家とか、うん、そうだ。でもそっからやっぱ違うしさ、確かに。でもそれをもう完全にクリアになってるから頭の中で、うん、だからもう何だその問題なくストレスずっと入っていけるよね。じゃあ豊さんが選ぶ選手たちの中で一番今シーズン活躍しそうな選手は一人挙げるとすると誰ですか。一番か。一番です。ウォーカーかな。ウォーカーか。性格的にまだ若さもあるし。まあそうですね、若い、うん、で巨人でやっぱり守れない、うんね、だから使われない、そういうストレスを溜めてて、でパリーグに移籍 できて、で DH という席をもらえる、はい、まあ、そこでウォーカーが活躍しそうな感じがするよね。ただ扱い方だよね。あだから柳田が DH、うん、ベンチに下がる、はい、まあ、そうなってくると彼はこう常時出ててリズムを掴んでいくタイプだと思うしね、うん、だからなかなかこう厳しいとは思うけども、うん、でもそこら辺で安定的に DH で入れると、うん、ウォーカーが活躍しそうな感じがするよね。おウォーカー、じゃあ第一本命ウォーカー、うん、で今思ったんですけどジョーカー的な選手って誰だと思いますか。心情的には、うん、外に頑張ってほしいよ。あなるほどな、うん、やっぱ外いいやつなんだよあいつ。そうなんですね。そう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 ウォーカー、まあ、ロッテでね、はい、あのポランコが移籍して活躍したように、うん、はい、まあ、外にも活躍してほしいなっていうふうには思うけどね。そうですね、はい、日本の中ですけど新天地に行ってこういった選手たちがやっぱ活躍することで、はい、あ移籍してよかったなとか、まあ、そうだな、うん、だから今いる外国人も、はい、ここのチームでは成績は残せなかったけども他行ったらできるんだみたいなね、うんうん、日本でもがいてほしいっていうのは感じるよね、うん、そうですね、はい、でこういった選手の今シーズンの活躍もねちょっと期待しつつ見ていきたいなと思います、はい。